やっぱり僕ってなんか持ってるんですね。必死のパッチダブルスラッシュがなんかフリースローが引いたらすぐ教えてください。僕も見とくんで、席すぐ買ってくださいね。申し訳ないですけど、ちょっとほんまに申し訳ないですけど、ちょっと僕が引いたみたいにちょっとさせてもらいたいんでお願いします。いいですねこれ、もうほんま雫をこれが好きなんですよ。なんかわけわからん間になんか上がっていく感じ。何もうわーマジであと1個来い。よーしゃーお上手よーし。これをさっきやっとかんとあかんかったね、300円持ってる時に。お弁当箱ちゃんカカカカカモン残念。ただ行きましたね高確率には。で言うてる間にあと10ゲームで400いくから長考に行ってほしい。さあここから400。よしよし、うまいうまいうまい。しかも長考中やぞ。でも長考でお弁当箱ってこれやばい、ね、25% ぐらいあったよね確か。しかも乗ったでかいよ、ごっついの五条。いいですねこれ。ボーナスを引っ張ってくれたらな最高です、ね、最高やけどね。ホットショットあら残念。あつないボーナスの可能性あるよなあ。これでボーナス引いた可能性あるね。引いて引いて引いて。あったーボーナス引いた。いいですね絶頂やったりせえへんかな。絶頂やったりね、さすがにね、さすがにそこまでは。いやありがとうございます、よかった。ボーナスこいつは嬉しいボーナス。はい、ブルーレジェンドには入ってませんでした。次は鏡。おうここでうわラッキー。はい、30。そうかさっき数字出てこへんかったって、もう勢いでいっちゃって押すボタン押してなかったっていうことに今気づきました。30ゲームラッキー。あこれでかいですよね。ボーナス中ボーナスでこれ上乗せできたんは青いただきやからね。アルティメットの代行は緊張するよな。サムネになる可能性あるから頑張って。なんてサムネになる可能性があるから頑張ってそういうことかな。アルティメットを簡単に OK っていうあたりおかしいと思ったわはい、とりあえず5戦目までは流していきます。はい、これが保証のラストということですね。でここで追撃一発もらって、そこから 90% か 90% やったよな。ここまでで100欲しかったな。500欲しいという範囲やったらはい、あ、20でかい。はい、でもう一回何が来る、赤がいいよ。あ、緑増しいきます。これで一応まああれ、まあ、もらえるね100。はい、ということでこっからいきます。保証終わりました。緊張するな。怖いっていきなりな。いや大丈夫やと思うんやけどな。見えない見えない、手で見えないから。マジか。ああ分かった。じゃああかんって。ああ、オッケーオッケー。窓か。オッケー。いいよ。あれ。ごめんなさい。すいません。ごめんなさい。追加。申し訳ない。せめてな10は欲しい。オーケー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 。怖い。ああ大丈夫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 多分大丈夫。2人はね大丈夫ね、継続確定やんな。はい、10セット目これが終わったら、もう1回追撃。はい、窓か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 。大丈夫。うわ、やらかしおった。やらかしおったで。いや大丈夫やろ。大丈夫でしょうね。大丈夫。あじゃあ怖いてなあ、もう怖いて。ああ怖い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 。まだいけるぞ、まだ。よけろ。あかんって。もうじゃあもうこれだけ言っときますよ。一生アルティメットは代行しません。これがもう僕人生ラストのアルティメット代行なんで、もう絶対に嫌や。もう体が持たん。いやー、はい、15戦目、はい、追撃もらっとこう。追撃、窓か窓か窓か。グー、ああよかった。はい、追撃いただきました。 OK。ああそろそろ赤欲しいな。25連目までいったら全部追撃は赤になるのかですよね。25から。大丈夫大丈夫大丈夫。300いったよ。もうこれ300はまあ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 やらかしではないやろ。もうね、もう疲れてきた。いらんこと言うなよ、ほら。いやこれいけますわ。これ結構いける。これ結構いけるわ。乗ってきた感触がある。さあこれクリアしたら赤追撃のはず。ここから先はなあ。マドカうわー、ちょっと待って、マジかよ。おっしゃー、こっから突撃は全部赤になるんで、さあこっからよ、事故らすのは。レア子役でも震えよう。よし、はい、来た、行きますよ。緊張。青か、青か、でもしゃあない。いやでも今の俺ならできる。お、50になってるよ。でかいよ、でかいよ。オーケーオーケー、あと半分。4桁4桁はきつないか。いや、こっから全部赤だから。お、うまいうまいうまい。はい、30セット頼むぞ。もっぺん赤いの。おっしゃ、やばい、赤いった。やばい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 ぞ。ちょっとやばなってきたぞ、いろいろな。あ、はい、これも赤。青。でかいでかいでかい。うまい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 よ、うまい。青で、これは。よーし、これちょっと待って、40セット目次の追撃でクリアできる可能性あるよ。ありますね。150ゲームくらい、143ゲーム。これの次の追撃で夢の4桁いく可能性は全然ありますから、まずはこれをクリア。窓か、窓をオッケー、仕留めよう、仕留めましょう、仕留めよう。しかもうまい。ちゃめ、ちょっと待って、これ昇格抽選かじゃないんすか。多分昇格抽選やね。あるぞ。この追撃で仕留める。赤きた。赤きたぞ。仕留めます。あ、いく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 。うわー、ちょっと待って。うわ、届かず届かず。もう一連か。うわー、もう一連か。984ゲーム。マドカグー。よしよしよし、チャメ来い、チャメスイカ。うわ、おいおい、嘘だろ嘘だろ。おい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 。いや、いける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 。うわー、よかった。これで20やったらクリア。いやでもまだスイカで追撃もあるからね。あ、そうね。やった !1000 ゲーム。これじゃあラストで、あとは楽しんでください。4桁いっちゃったぜ、大行で。あぶねー。じゃあ記念に3人で押しましょう。3人で押しましょう、記念に。せーので、よいしょ。おめでとうございます。ありがとうございます。残りはもう楽しんでください、せっかくなんで。どうもありがとうございます。ありがとうございます。4桁いきました。いやー、もうマジで頑張ってください。ありがとうございました。いやー、やったね。やりましたね。やりましたね。いや、素晴らしい。ちょっとね、僕アルティメット自分の台では最高が300でしたけど、いや逆にこれ代行でこう会いに来てくれた人のところで更新できてほんまによかったなって今自分じゃあ多分俺自分の代でやってたら多分言うて2日ぐらいで忘れると思うんですよだからああやってあんな喜んでくれはって応援してくれてその人に向けてやれたらまあ感無量で多分ね、うん、1週間は覚えてますね。1週間覚えてるかなクレヨンしんちゃんみたいなこと言うのやめてもらっていいですか。よかった腕パンパン腕パンパン超痛い金輪際アルティメットは受けないでおこう。いや俺もアルティメット代行はもうあれがラストですよかったけど俺のいただきあと12ゲームなんやけど徳を積んだんでああなるほどねここでね、うん、なるほどねうわー1枚役すら引けへんかったあと1回のはずやねんこれ多分じゃあまあワンチャンあるはいラスト違ったなガバ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 やったな、はい、2282枚でした。まあまあ十分でしょう、ね、はい速攻全長があれちょっと待ってまた速攻全長ってまたストックちゃうの多分ボーナスもあるんじゃないですか初めてのおすべる今日あボーナスの全長かいや違うやろだからもうワンセットあったってこといただきラッシュがはい3セット目があったってことですね。なめてましたね、とめきちさんのことを。あ、お前が。そう、やっぱ良くなかった。見くびってたな。やっぱ大スターって違うんだなって。いや、たまにはああいうこともあるよ。やっぱああいうこう、今日2枚サムネ作りますよって言ってる時に、やっぱこう出してくるあたりがこうスターってやつですよね。いや、俺でもな、正直。はい4桁乗せっていうのがスロット全体通して多分初めてなんよ。ああじゃあやっぱ今日に持ってくるあたりがやっぱスターっすよね。いやもうこれほんまさっきも言ったけどマジで人の代でやってよかったって思った。やっぱスターっすから、ね、今まではめっちゃ嫌と思ってたんやけど、はい、いや多分自分の代って忘れるやん。忘れるよ忘れないよ。はいレア子役引けずにラストはい、2433枚でした。いや、さっきのさ、そういえばさ、終わってすぐ鏡ステージっていう時点でなんか確かに違和感はあったね。トミさん、結果見せに来てくれました。ほう。はい。なんで？いやいっちゃん高いやつか結果やっぱ余裕でしょ。おめでとうございます頑張ってください。やっぱいやもうあこまでいったらもうおもんないやんもう多分消化でしかないしすごいですね、うん、これは好感度もうなぎ登りだな。好感度もなぎ登りですわ。そう間違いないなゴスロであんなに無責にキャッキャッキャッキャやってたらそりゃ上がらん病気や35歳のおっさんがやっぱこうねゴスロでも真剣にやってくれるんだと当たり前ですよ。はい、ここがラストかな。ですね。長かった。まあでも100ゲーム分ぐらいは頂きラッシュ回せてたんで、はい、900、まあ980ゲームぐらい持ち玉です。はい、赤縄番長もそれはそうよ。初心に戻るということで、あれでいきましょうか、しずくちゃんで。はい、弱いなせめて継続や。チャンスをおいじゃあ継続もなし、バカもうまあね、ほんまはもっとね、もういいからそういうのはもう打ちたかったんですけど、木田のケツがあるから木田君のちょっとケツが今日はどうもあるようなので、もうほんま苦渋の決断、しぶしぶね、もう地平の飽きそうな思いでここで実戦終了したいと思います。ありがとうございました。あ、すいません、ありがとうございます。すいません、どうもありがとうございます。本日705枚の、投資に対しまして回収がこちら1100枚ちょうどでした。見事勝利です。ありがとうございました。はい、ひじのバッチ第43戦目終了ということでした。お疲れ様でした。なんて言った今、お疲れ様でしたどうした、お疲れ様でした、うん、いやお疲れ様でしたぐらいちゃんと言ったらいいじゃないですか。なんでそんな急に体育会系みたいになったんですか。いや、噛んだだけですよ。噛んだんや、噛んだだけですよ。あ、噛むんですね、木田さんでも。天下の好感度超高い天下の木田さんでも噛むと。いや、留吉さんほどじゃないんですよ。いや、今日今日好感度アップ作戦はどうでしたかね。もうバッチリじゃないですか。木田 D から見て、はい、どうでした。ボスローでキャッキャキャッキャやってる姿がとても好印象でした、ね。あ、それはもう何それはどういうこと？どういうこと？どういうこと？ボスローでも真剣に台打ちをする姿が。いや、ゴスローでもってでもゴスローも20スローも一緒じゃないですか。勝負事で。ゴスロデモってどういう意味ですか僕の好感度を下げに来てるわけですいやいや、そういうことじゃなくて、いや僕は全然ゴスロも20スローも、まあ、レートが違うだけで勝負事で全然僕はもう同じフィールドやと、はい、フラットに僕は常日頃そういうふうに思って、まあ、それが多分出ちゃってただけやとは思うんですけども、じゃあそういうところがやっぱこうね、見てる人にも伝わったんじゃないかな。なるほど。木田さんは僕はちょっとやっぱ低レートはこう盛り上がらない部分お前何お前開き直ってんねんお前開き直んなよ。個人的なやつですよ。なるほど、ね、盛り上がりがね。いやでもね、ほんまに今日は良かったと思いますよ。初めにね、飲み物をこうプレゼントするところから始まり、いや今日ほんまに木田大先生のおかげやなっていうふうにすごい思います。ほんまになんやろ、簡潔にまとめて言うと、木田と出会えてよかったっていうことに尽きるかなっていうふうに今日正直打ってて思いましたね。道中最後天井に連れて行かれている最中750ゲームぐらいから、はい、木田と出会った時のことから思い出して。覚えてるんですか、僕と出会った時のこと。初めて出会った時覚えてますよ。どこですかどこでどういう時に会ったか覚えてます。あれですよ。どうですか。キャラバンですよ。違いますね僕スカウトキャラバンまだ1回も行ったことないからねどこやったっけ。会社で洗剤を取ってて、三国志のね。ああ、そういうことですね。ああ、なるほど、正解正解。さすが木田。まあでもね、うまいことプラスで終えれたんで、次回のサイコロがなんと0が1つ減って1が1つ増えると、ね、全部3分の1ということになるんですかね。そうなりません、はい。やし、まあちょっとようやくフラットな、戦いになるということですね、はい。え、何逆になんすか、逆になんすか、え、なんなん今の、なんで急に止まった。止まってない、止まってない。え、何言うてんのみたいな感じで、いや別に俺普通のこと言うてたやんな。いや、だからそのまま喋り続けるんだなと思ってたら、いや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 。次回、また必死のパッチ、場所はどこになるかわからないんですが、ここですかね。次回はね、ちょっとまだわからないんですよね。はい、だからどこの場所になっても我々必死のパッチクルーは全力を持って戦うと、20戦にかかると、そういう番組ですので、皆さん最後までどうぞ、また次回もお付き合いくださいということで、今日はどうもありがとうございました。なんか言うことあったっけ、他ないね。プレゼントもないし、今回は別にしてもいいっすよ、したいなら。お前やらしいな。じゃあお前のそういうところはね、あかんと思うね。じゃあしたいならってさ、いやしたいよ、プレゼントしたいけど、俺やっぱその番組作ってるお前の気持ちはないがしろにできひんから、ここで俺がプレゼントしてしまったら、はい、番組のルールが崩壊してしまう。そうですけど、サイコロの意味がなくなってしまう。お前が必死で考えて夜なべして作ったサイコロの意味がなくなってしまうから。なくなくね、うん、いやいや、でもプレゼントしたいけど我慢する、我慢する、はい、ぐっとこらえて、はい、ということで皆さん残念ながらプレゼントはなしということですけども、次回は、3分の1になりますんでね、コメントの方ガンガンください。そしたらね、より豪華な、Amazon ギフトカードになりますので、皆さんよろしくお願いします。そして来月までに、木田が何らかのミスをするように祈っておいてください。何らかのミスをしたり、僕をイラつかしたりとかした瞬間に、来月プレゼントを引いた場合、僕と木田の2人ずつの要は2倍になるということになりますので、皆さん1ヶ月間木田に呪いをよろしくお願いしますということで、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。最後は短文ですね。チャンネル登録よろしくねー。